早速今回はマーケットプレイスにあるプラネットアーツ3をやっていきます。ゲームに進む勇気と心の準備ができたらチャンネル登録お願いします。それじゃ行ってみよう。どこに行けばいいんだ。あ、こっちっぽいね。右から順にやってみよう。っとあれ、いつの間に私は小鳥。いいところに気がついたね。君は小鳥となって対岸にいる親鳥のところに向かうのだ。途中にいるワニに食われないようにな。ワニだって。ワニが近づくとゲージが教えてくれるから、ワニに見つからないように進もう。聞いてないよ。これは命がけのゲームなのさ。ここからは早送りで行くよ。池に落ちてもワニゲージが反応するから、落ちすぎには気をつけよう。ジャンプのタイミングも少し難しいよ。クリアまでのルートは葉っぱの数だけあるから自由に進んでいこう。ゴールまでもう少しだよ。よーし、到着。次、行ってみよう。あれ、今度は親鳥になったみたいだよ。説明しよう。画面下に表示されている矢印を使って小鳥を対岸まで呼び寄せるのだ。危険地帯に誘導すると獰猛なワニやワシに食べられてしまうぞ。左右一匹ごとに動かすから慌てずにな。小鳥の動かし方が分かった。その時である。小鳥。その名前もない小鳥は目の前で散っていったのであった。もう一匹は生還させよう。到着。次、行ってみよう。なんだか虫になった気分だよ。今度は何をするんだ。説明しよう。君は強力な前足を使って敵から幼虫を守るのだ。ここからは早送りで行くよ。そして幼虫を餌ゾーンへ連れて行き満腹にしてもらう。満腹ゲージが溜まったら援軍の蜂を召喚してクリアとなる。なぜかって、それはこの森の中で蜂と共存しているからなのだ。しもべたちよ、我々を助けに来るのだ。蜂のスマークに切り替えると護衛の蜂が助けに来てくれるぞ。幼虫は任せたよ。私はこの辺で退散。次、行ってみよう。スノゼミのやつ、コキ使いやがって。って、いつの間に蜂になっている。ということで、この木の上にたくさんのスノゼミがいる。遭難信号を目印に助けに行こう。助けた褒美として、君に幼虫から甘い蜜を授けよう。幼虫から蜜をもらうには、1匹あたり5回くらいパンチするともらえるぞ。ちなみに、空を飛ぶにはジャンプしても飛べないぞ。ヒントは上を見ること。だな。救難信号が多すぎてなかなか助けに行けないよ。ゆっくり蜜をもらう暇もないじゃない。あいつら角ゼミは格下だと思っていたが、我々はやっぱり角ゼミのしもべなのか。そのようだな。今日のお世話もそろそろ終わりかな。帰って一本つけよう。次、行ってみよう。わーお、私はレオパルド。木の上から飛びかかって丸々太ったインパラを食ったるで。説明しよう。君は枝から枝へと移動し、インパラのいる目印を目指して進んでいこう。途中チェックポイントが2箇所あるからそこも通過しよう。ちなみにたくさん移動すると足音ゲージが上がるから、くれぐれもインパラが逃げないように静かに移動するのだ。よーし、今日の夕飯はインパラステーキじゃー。え、君はレオパルドなのに火が使えるのか。今は動物だったのだ。それと火が使えないから生肉なのだ。インパラマーク発見。次、行ってみよう。食べることなら任せなさい、じゃない？優雅な食事中すまないが、レオパルドゲージに気をつけるんだ。近くにレオパルドが隠れているぞ。せいぜい食卓に上がらないように頑張れよ。木の下に花が落ちているんで、いろんな木を循環して回ろう。っと気を抜いて、たくさん食べようとするとレオパルドから逃げ切れないと聞いたことがあるんだよね。あまり欲張るなよ。ふう、お腹いっぱい、要は満足じゃん。次、行ってみよう。うおー、みなぎる。突然だが、この広い大地のどこかに狼がいる。7匹の狼に囲まれる前に居場所を把握しよう。虫眼鏡を使うとなぜか遠くがよく見えるから活用するのだ。まあ、そんな小さな矛盾なんて気にしてはいけないぞ。こいつらを見張っておけばもう大丈夫かな？と、一息ついたその時である。うわぁ。君は狼から群れを守る戦士だ。その巨体を使って狼を蹴散らすことはできるか？任せてよ。とにかく狼から仲間を守るよ。うわー。次、行ってみよう。あー、腹減ったー。どこかに牛とかいないかな。いた、丸々太ってうまそうだな。よし、みんな、今日の夕飯だぞー。待ってくれー。牛の群れに近づいて群れを怖がらせるんだ。このままでは夕飯にありつけないぞ。今夜はパーティーだー。次、行
行ってみよう。私はホホジロザメ。人間の間では白い死神と呼ばれ、恐れられている海のハンター。昔ジョーズという映画のモデルにも抜擢されたことのあるのだ。ハンターのあんたは関係ないけど。まあそうなんだけどね。ああ今日はなんだかむしゃくしゃするから、オットセイにカツを入れてくるかな。オットセイの匂い成分を追いかけてたまり場を見つけよう。今日はこいつにしよう。待てー、逃げろ。つい食べちゃった。次行ってみよう。いつサメに襲われるかわからない、せちがらい世の中。君は最後の晩餐のごとく存分に小魚を味わうのだ。毎日泳いで食べてゴロゴロ。ああ極楽極楽。起きている以外はずーっと寝てるよ。いいな、そんな生活してみたい。でもサメのおかげで気が抜けないよ。と気を抜いていたその時、サメが来たぞ。ということで仲間のアザラシをごとを集めてサメを追い払うのだ。おーい集合。サメが来たぞ。よし、みんな、サメを追い払うぞ。はい、今回はマーケットプレイスにあるプラネットアース3をやってみました。すべてのクエストをクリアすると、後ろにあるトロフィーが手に入ります。この他にもアイテムが手に入るイベントもあるので、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。この動画を見た感想などのコメントや高評価、チャンネル登録などお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いしましょう。見てね。